昨日午前10時50分ごろ、仙台市青葉区佐久並の国道48号線で軽乗用車と大型トラックが正面衝突しました。警察によりますと、この事故で軽乗用車を運転していた山形県東根市の斉藤圭さん30歳が全身を強く打ち病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。また後部座席に乗っていた夫の斉藤幸也さん31歳も意識不明の重体です。現場は関山トンネルから数百メートル南側に離れた片側一車線の緩やかなカーブで、警察は現場の状況から軽乗用車が対向車線にはみ出したとみて詳しく調べています。